今回は鶏肉とナッツのケチャップ炒めの作り方を紹介します。ナッツには若返りビタミンといわれるビタミン E や体にいい油オメガ3脂肪酸も含まれています。それをタンパク質が多い鶏胸肉と一緒に摂ることで美肌やダイエットにも期待できます。さらにナッツはカリッとして鶏肉は程よい弾力があり、野菜のサクッとした食感が楽しめます。そこに酸味のあるケチャップの味付けが合わさり美味しくなります。今回は後半にフライパンで作る簡単バージョンも用意しています。それでは作っていきましょう。まずは鶏胸肉を 1.5 センチの角切りにしていきます。次にケチャップを大さじ3と水を大さじ1入れ用意しておきます。鶏肉に下味をつけます。塩、味の素、酒、胡椒を少量ずつ入れ揉み込みます。卵を大さじ1くらい入れて含ませるようにして揉み込み、片栗粉を全体にまぶすようにして絡めます。最後に油でコーティングします。材料は鶏胸肉 200g、 ミックスナッツ 40g、 ピーマン 20g、 玉ねぎ 20g、 生姜 5g です。中華鍋に油を入れ中温に温めておきます。鶏肉を油通ししていきます。油の温度が高いと肉が一塊になるので、少し低めの温度の油に入れましょう。そうしたら箸などで混ぜて火を均等に通していきます。鶏肉が完全にほぐれ白くなってきたら、野菜とナッツを油に入れます。材料を全体に油が回ったら油を切ります。生姜を入れ香りが出るように炒めます。合わせておいたケチャップを入れます。そこに材料を入れ炒め合わせます。あとは皿に盛り付けて完成です。味付けはケチャップだけなので簡単ですね。お好みで豆板醤を入れたりしてもいいでしょう。栄養と味のバランスの取れた料理なので美味しくいただけますよ。この後にご家庭でも作りやすい簡単バージョンを紹介します。普通のフライパンを温めておき、油を入れます。油を入れすぎたので戻します。だいたい小さじ1くらいです。下味をつけた鶏肉をフライパンに入れ炒めます。鶏肉を全体に広げるようにして表面を焼くようにします。鶏肉の周りが白くなってきたら裏返していきます。炒めるというよりは
両面を焼くようなイメージです。ガシャガシャ炒めると鶏肉から水分が出てきて旨味や栄養が流れるので注意しましょう。鶏肉の全体が白くなり香ばしく焼けてきたら生姜と野菜を入れ炒めます。鶏肉から出た油を野菜に移していくようにして炒めます。野菜にしっかり油が回ったらナッツを入れます。ナッツを入れたら軽く炒め合わせていきます。ケチャップと水を合わせたものを入れます。全体に絡まるように炒め混ぜ合わせます。ここでケチャップを炒めることでまろやかな酸味になります。これで皿に盛り付けて完成です。これなら簡単でお手軽に作れるのではないでしょうか。このチャンネルでは簡単なまかない料理や本格的な中華料理などを紹介しています。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。リクエストなどがありましたらコメント欄にお願いします。それでは失礼いたします。